You're listening to Shibuya Cross FM。背伸びの休み時間。こんにちは。今より成長する1秒後、私たち背伸びです。みゆです。七瀬です。かりんです。この番組は今の自分から少しでも前に進みたくて私たちがいろいろなことにチャレンジしていく番組です。でもたまにおしゃべりティータイムも挟んじゃうけど、疲れた時は私たちと一緒に休憩しましょう。はい、毎月第3木曜日13時からお送りしておりました背伸びの休み時間、なんと本日最終回でございます。最終回だけどね、はい、本日も渋谷クロス FM さんで楽しい時間を一緒に過ごしましょう。ラジオ後はラジオブースの横で一緒に写真撮影もできるので、ぜひ話しかけに来てください。お願いします。お願いします。ということで本日進行は私七瀬でお送りしたいと思います。お願いします。帰ってきました。前回ね、もう七瀬がいなくて大変だったよね。大変だった、うん、やばい、いけた MC でもね、かりんがメインでね、まあ、でも最終的に七瀬って叫んでました、うん、あーなるほどね。そうでも割とね、うん、いい感じに進んでたよね。そうだね、まあ、アーカイブ見ていただけると。そうだね、アーカイブもあるので前回の見たいと思います。だいぶ心配はしてた。あーそうだよねみんな心配してたよ、うん、みんなに言われた。そうみんなに言われた先月、今月とかはですね、うんうん、ライブは少なかったんですけど、うんうん、11月末にフィリピンフェスに出演させていただいたりだとか、うんうん、その後に TikTok の配信ライブを3人でやってた時に、うん、登録、TikTok のフォロワーさんが1000人突破しまして、うんうん、本当にありがたいことに、皆様ありがとうございます。ありがとうございます。そんなこんなで、うん、ライブは少なかったけど、この1ヶ月何してましたか？でも本当に家で自主練をするしかなかった、うん、そうだね、うん、なんやかんややっぱ空いちゃったから、いろいろと、そう、なんか何事にも期間がね、今までよりもちょっと空くっていう感覚があったから、うんうん、それも結構改めて練習したりとか、ね、うん、かな、うん、でも本当に TikTok1000人は ね、 ね、 すごかったね、嬉しい、うん、めちゃくちゃ嬉しかった、ね、うんうん、おすすめとかに乗りやすくなったらいいなって、うん、ね、おすすめに乗ってくれたら、うん、ピョンって行ったりする時もあるから ね、 ね、そうそうそう、もっといろんな人に知ってもらいたいななんて思ったりもしますけどね。それこそさ、前回のこのラジオ七瀬がお休みしてたから、うんうん、2人と会うのがこの間あったのが本当2週間ぶりとかで、確かに久しぶりと思って、ね、うんうん、そうだわ、久しぶりだね、うん、久しぶりすぎて、うん、あどうしよう久しぶりだ、ちょっとそわそわなんかさ、 そのせいかさ、ちょっとそこでもさ、ライブに向けてさ練習した時あったじゃん、謎に七瀬立ち位置初っ端間違えたとか、え七瀬ここだっけとか言って、しかも練習中にうちの横に七瀬がいるはずなのに七瀬いないなとか思ったら全然カリンの後ろにいて、そう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 、ちょっと曖昧になっちゃったりしてたけどそうそうそう、面白かった、うん、ね、でも、うん、ライブやっぱないの寂しいね、うん、会える機会が少なくなっちゃうから、やっぱ、ね、会える皆さんと会える時間が少なくなると寂しいなって思いながら過ごしてたりします、ね、そう、ということでですね、はい、早速ではありますが、うん、ここら辺で私たちのデビュー曲を聴いていただきたいなと思います。はい、はい、この曲はですね、サブスクにもありまして、お手持ちの音楽アプリ、うんうんうん、Apple Music であったり LINE Music であったり、さまざまな音楽アプリで聴いていただけるので、よければ制服チェインと検索していただけたら嬉しいなと思います。はい、それでは聴いてください。背伸びで制服チェイン。
教えて大先輩、イエーイ。このコーナーでは大先輩をお呼びして大先輩からいろんなお話を聞きたいよっていうコーナーです。はい、本日の大先輩はマリナさんです。お願いします。 M1 のようにマリナです。イエーイ。まっちゃう。どうもマリナでございます。よろしくお願いします。ということで最初に軽く簡単に自己紹介をお願いします。自己紹介なし。はい、嘘です。あるあるあ る, あ る, ある。熊本県出身のアーティスト、はい、マリナと申します。お願いします。関東を中心に活動しております。うん、そしてね、あ、これ言うんだ、忘れた。今より成長する100秒後100秒後です。いつ考えたんですかそれ。さっきこれいいと思う。うちらは1秒後だけど、うん、100秒後にしよう。うちらがいなかった5分くらいの間に考えたんで、その間にピンときてる。これ言おうと思って。だいぶ成長するの時間かかって。そう、だいぶ成長するの時間かかって。1分半くらい。そう、うん、やっぱりね、ちょっとね、うん、あ、言いたくないので。大先輩なんでね。でも気持ちは17.5歳。一番年下で。1.5 増えた。一番年下。この中で一番年下だから。100秒後。なのに100秒後。お願いします。お願いします。七瀬とミウは初対面なんですけど、マリナさんと。でも、カリンはお会いしたことあるみたいで。そう、ここマブ。お、マブ。いいな、うちらもちょっとマブになりたい。マブって言っても、まあ3回4回。でも大体あったらね、もうね、フィーリングあったと思ったら、あ、もう、でもマブ、カリンとはマブよ。そうです。いいな、いいな、いいな。うちらもマブになりたい。でもなってよ、もう。あ、もうマブ。あったら、今日だってもういろいろ話盛り上がって、楽屋で女子トークね。実はね、延長戦でしょ、だって。あ、そうですそうですそうです。もう楽しみにしてきた。嬉しい。女子トークしてやろうと思って、盛り上げていこう。たくさん盛り上がっていきましょう。結構合ってるから今日は。ただ初めての感じもしないっていう。そう、全然初めての感じしてないですね。なんかもう意外でした。イメージとちょっと逆で、さっき言ってくれて言ってました。カリンがマリナさんを紹介するときに、分かりやすいよ、ガハガハ言う人だから。ガハガハ言う金髪の背高い女の人。めっちゃ笑ってる。めっちゃ見てくださってる方が笑ってくださってる。そうそうそう。でもね、楽しそうに圧がね、強く見えちゃうもんね。なんか金髪でだからね。あ、え、ギャルっぽい、ギャルっぽい。あ、でも金髪だとね、そうそうギャルっぽい。何笑っとんねん。そう、今時風にギャルっぽいみたいな言ったらみたいな。ひどくない、ちょっと好き。このぐらいのノリ好き好き。やっぱ合うのかな、年近いからね。全然そう、年近いからね。先輩すみませんでした。先輩です。はい、ということでね。今日飛ばしてない、なんかやばいね、ちょっと雑いね、マブだからってね、ちょっとね、
ちょっとマブって言われちゃうから、うん、今日喋ろういっぱい、はい、そういっぱい喋っていこう。ということでね、早速じゃんじゃん質問していきたいと思います。お願いします。はい、質問ある人。はい、はい、じゃあかりんちゃん、マブが行きます。マブから行かせていただいて、エド・シーラーさんの、はい、シェイプ・オブ・ユーを、うん、女性目線で歌ってらっしゃるじゃないですか、うん、そうなんですよ。めっちゃ良かった。聞きました、聞きました。聞いてくれた、うん、やさ、もう私現地で、現地で聞いてます。あ、マジで。そうそうそう、ライブ見に来てくれて、現地で聞いてるんですけど、マブにマウント取られた、まあ、ちょっとうわ、マウントだ、うわ、うわ、進まないマウントだよ。すまん。それがめっちゃ好きで、どういうきっかけでカバーしようと思ったのかなと思って。確かに気になった。それはね、ソロとして、もともとグループだったし、そうですね、でそっから一人にまあなってソロデビューして、うん、でその時に、ソロデビューの時になんか親しみを込めてっていうか、こう、いろんな人が聴いてくれるので、こういいなって、世界的アーティストのエド・シーランさんのカバーしようって。でも普通にカバーしたら面白くないじゃん。確かに。で一緒じゃん、カバー上げてる方々と、うん、でちょっと工夫加えたいなと思って、うん、女性目線で、うん、でしかも日本語で勝手に歌詞変えて ね、勝手に歌詞変えて、そうそうそう、それでやらせてもらったっていうので。それでもちゃんと本人に届いて、そう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 、そう調べてくれてる。え、もう見ました見ました、あの MV も、すごい、本当にすごい1秒でね、成長する1秒も常に成長して、ごめんね、なんか、うん、素晴らしい。なんだったら、うちらのこともいっぱい知ってもらわないとね。そうそうそう、もらわないとね。ちょっとじゃあ、今日教えてみる。大体分かったけど、もうフィーリングで。あ、分かったね、もうマブですからね。そう、マブだから、大体ね、ドゥーンで分かるから、ね、もううちらの合言葉、4人の合言葉、ドゥーンがもうドゥーンで決めたもんね。今日、楽屋で決まったもんね。合言葉はドゥーン、ドゥーン、みんな使ってドゥーン。なんなのって言うね。そう、みんななんなのってなるから、なんかあったらドゥーンでもう解決できちゃう。でもファンの人も言うかもね、ドゥーン。そうそうそう、言い出すかも、もうみんなの流行り、流行語大賞になっちゃうかも。もうエドシーランさん、そっちのけでドゥーン。そっちの方が大事だから。ごめんごめん。そうなんですよ、ね、そうなんです、素敵ね。ということで、それがきっかけでという、なるほど、感じになります。他ありますか、他、はい、質問は私に、はい、みえさんどうぞ。あります。ということで、その、なんか歌はやられてたっていうのを調べてたんですけど、はいはいはい、このそのプロフィールのアーティスト写真とかも見た感じで、うん、めちゃくちゃかっこいいダンスにめちゃくちゃかっこいいラップまでやるとは思わなくて、まさかね、まさかそのギャップが。ちょっと まさかと言ってこうあれなんですけど、でもなんかギャップがすごすぎて、アイドルに見えたってことですか。あ、かわいく、そう、キュン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 、全部カメラに向かって、もう完璧アイドルですね。今のはもう全部が完璧でした。そう、本当ありがとう。だからもうラップにダンスにかっこよすぎて、もう一気に沼落ちしました。うそ、もううわーっと、マリナの沼に、そう、だから今日本当に、そう。もらってないですよ、もらってない、もらってないよ。もちろんまだね、まだ、まだこれからもらう予定です。これから、これからって。それで、それで、質問は何だ。ごめんごめん、すぐ絡みに行くから、楽しすぎちゃって。もう割れとまんない。ダンスもやるきっかけみたいなのあったのかなみたいな、それこそ、それも始めた、でも挑戦したいっていうだけ。おで、もともとはそのプロフィールにも書いてあるんですけど、だいたい劇団っていうかに入ってて、でそこで歌とダンスをやったっていう感じで、そう、でそこから好きになってやってて、でもダンスは私自分の中で全然得意じゃないから、歌が大好きで、でもなんか一人になってからもやっぱやりたいなっていう思いがあって、で挑戦したいなって、いつでも挑戦する気持ちって大事だなっていうのがあって、ここで真面目、ここで真面目、挑戦する気持ちだよ、挑戦する気持ち、挑戦する気持ち、うちも結構実はラップ挑戦したいなって思ってて、まさかの、そう、そうなんですよ、結構その
あのアーティストのハピネスさん、 LDH のハピネスさんが結構その後半に連れてラップを結構曲出すようになってから、女性がラップってめちゃくちゃかっこいいなと思って、かっこいいです。 それからなんかいいなと思って、みんなやったらラップラップでもみゆちゃんは本当に前からやりたいやりたいって言ってて、やってました。一回自分あのみゆちゃんの生誕祭やった時にカバーした曲中に若干ラップ調の部分があって、カリンはあのそういうの苦手だから、いやこのヨーヨー持ってさ、ヨーヨーあ、やってお願いやってお願いヨーヨーって楽しい、それ面白い、やってほしいわ。それ七瀬とみゆちゃんはもうガッチガチにラップをやりました。ヨーヨー持ってヨーヨーってそれファンの人喜ぶよ。あ、喜ぶか。何やってんだって。大丈夫ですかね。うん、でも大丈夫、許せ、でも困った時はカメラこうやって見とけば大丈夫。わかりました。困った時はもうデーンってやれば大丈夫。デーンってやってからね。そう、すごい。え、ラップやるんだね。そうですね。じゃあ今後そういう挑戦していったらどんどんいいよね、曲にね。それかっこいいかも、挑戦していく心で。マリナさんの話聞いて、あ、やっぱ挑戦していこうと思って。そうだよ、挑戦する力ってやっぱすごいよ。継続させることと挑戦ってやっぱね、ずっと課題だよね。いいこと、いいことが1秒でだから確かに。いや、後輩です。間違えました。また何後輩、これ大先輩のコーナーなんだけど。後輩、後輩です。後輩です。あれで、めっちゃいいこと聞いたのに。でもね、挑戦する心と継続する気持ちと、それでいった方がね、なるほど、いいと思います。こちらは成長する1秒後なんで、もうそうそうそう、私100秒後だけど、1秒後だから、だからすぐ吸収するってことだから、背伸びは。そうですね。うんうんうん、もうマリナさんの言葉今吸収したんで、全吸収。じゃあもうね、明日からヨーヨー。私もうヨーヨーでヨーヨー。もうアーシャクされます。もうアーシャーカリンだけヨーヨー持たせて、ヨーヨー持っちゃおうかなって。吸収しましたよ、そのことを。カメラに向けて書いてる。そうそうそう。あれだよ。これは面白いわ。なんかいそうですよね。いそう。これを持って、あのセーラー服着てヨーヨー持って、あの、いませんでした。あるよね。すごいね、知ってんの。それわかります、わかります。あの名前ど忘れちゃったんですけど、その映像今出てきました。あるよね。そう、それだと思って。あれ、私もわかんない。確かに18歳で、18歳です。一番そう、すごい、すごいよね。すごい、七瀬が知ってんのにびっくりした。今見たことあった。やっぱ背伸びだわ。背伸びしてるからね。私は知らなかったの。ということでね、盛り上がってる最中なんですけどね。盛り上がってる。はい。このまま、この後もマリナさんに引き続きお付き合いいただきたいと思います。ということで、ここで一旦マリナさんの曲を聴いていただきたいなと思います。はい、お願いします。では私がね、11月20日にリリースしたばかりの新曲になります。では聴いてください、マリナでバックインタイム。
き続きマリナさんとトークしていきたいと思います。なんだせが珍しく。珍しく。喋りすぎたね。そう、喋りすぎそうです。喋りすぎて。もう喉乾いて仕方なくて飲んじゃってめっちゃ水減ってるもん、七瀬の水ペットボトルの証拠だね。そうですね、ということでマリナさんは今年ツアーをやられたそうで。そうなんです。どこを回ってきたんですか？最初に大阪、名古屋。おお。でその後に熊本。おお、地元です。で福岡が延期になってるんですけど。あー、なるほど。そうなんですね。コロナが流行った時だったからめっちゃまた流行ってみたいな、第5波みたいな。はいはい。5波、もう何波か分かんない、もう何波か分かんないぐらい来てますね。来てるけど、それで福岡延期で、でも熊本行って、でこの前東京。おお。一応ファイナルって言ってた東京が無事に終演して、ありがとうございます。でお疲れ様でした。ありがとうございます。すごい。あれなんで背伸び出てくるの？えって、伸び出てくれんかと。え、あれ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 、行きたかったんですけど、呼んでくれたら。お誘いが聞こえられてなかった。ちょっとドゥンやって。どうした？え、今日はちょっと最終回で興奮しすぎちゃったかな。カリン、マイクに打った喉。最後にやらかしたね。最後に。でもこのぐらいないと、うん、思いつくことね。回ってきたその土地、うんうん、その土地でなんか思い出とかエピソードとかってありますか？うん、やっぱね違うね、地方で応援の仕方とか雰囲気が全然違う。やっぱ違うんだ。なんか意外に大阪はおとなしかった。で名古屋の方がバッチバチに盛り上がった。そうなんだ。でも名古屋はヤンキーみたいな。名古屋やね。初めて聞いたの。聞いたことあるかも。成人式とかすごいみたいな。ちょっと、ね、沖縄じゃなくてイエーみたいな感じ。茨城じゃなくて。いっぱい出てきた。どうした？天然いた？天然いた？ここ天然いた？茨城の人 もすごいって。結構すごい、いかついみたいな。結構楽しそうな感じって。名古屋ヤンキーなんだね、びっくりした。でもなんかそんなノリいい感じで。そうなんだ。めっちゃ盛り上がって、だから大阪多分笑いがね、分かってるからこそちょっと厳しいのかな。あー、なるほど。別に笑い取りに行ってる場合じゃない。じゃないんだけど、じゃないんだけど。なるほどって言ったけど、マリナさんそうだっけって思っちゃいました今。笑い取りに行ってるわけじゃないからね。あー、なるほどって言っちゃったけど。お笑い芸人になってたよね、なんかね。ちょいちょい、ちょいちょい来るね、ちょいちょい来るね、ちょいちょい。もうマブじゃなくなるかもしれない。そう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 。まあ、うちらがマブだから。あ、そうそうそう、もうここマブになっちゃったから。よろしく。そんな感じかな。熊本は本当ほら自分の地元だったからあったかいっていう、うん、もうただただ多分出身だからっていう、こうなんかお母さんのような包み込んでくれるような温かさがあってっていう、うん、だからこの背伸びも、うん、背伸びちゃんも今後ねツアーとかやることになったら多分それに触れるんじゃない、うん、そうですね、やりたい。地方によってそれこそ、うん、あのね、みゆちゃんの新潟とか行ったら行きたい。あったかいかもね、うんうん、でもほら東京組もいるからこそ、うん、地方のなんか違うね、魅力に触れるじゃないけど、あとグルメね。グルメ、え、美味しいもの食べましたか？食べました。うわいいな。大阪でも名古屋でも、何食べたんですか？熊本でも。名古屋ね、あのファンの方がひつまぶし差し入れでくれてくださって、いいな。こんな新幹線でこんなして食べてで大阪に向かうっていう。贅沢。大阪でもまあたこ焼きはね食べた。もちろんですよね。たこ焼きが本当に美味しい。大阪のたこ焼きは美味しい。わかる、わかる。地元ではない。地元ではお母さんのもう手料理。ああ、もうそれが一番、それが一番本当に温かさを感じながらね。背伸びもツアーをね、挑戦。挑戦ね。おお、いつになるか。運営さんお願いします。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 頑張りますよ。でもファンの方もほら行きたいと思うからね、一緒にね。確かに。ほら、うんうんって言ってるから。やっぱついてきてくれるとね。だってファンの方もグルメとか楽しめるからね。確かに。確かに。グーッつってる。行きたいね。行きたい。そんなんだったかな、ツアー。いいですね。羨ましい。羨ましいね。でも、うちらも一回栃木に遠征、初の遠征で行かせていただいて、いつも基本的に都内中心にやってて、あんまり地方っていうか、まあちょっと関東を出てみたいなのがあんまりなくて、栃木行った時やっぱ栃木のライブ会場と東京でのライブ会場じゃ若干雰囲気違うなって思って、それ
るだけでも違うんだ、うん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 、私ちょっと観光みたいな感じで足利フラワーパークさんとか行ったんですけど、行きました、そう3人で行ったんですけど、もうなんか人が優しくて優しくてもうそうそうそうなんかまたね関東とは違うなんか温かさみたいな、そうありますね、やっぱり関東も優しいんだけど、なんだろう、やっぱなんか地元っていうかちょっと地方行くと違う感じ、違う種類のなんか優しさを感じるというか、ね、えでもこの前の あれは違うのか、フェス、フィリピンフェスはフィリピン、東京でやったけどっていう、そうなんですよ、なんか、はい、でもそこもまたなんかフィリピンの人とかもいたんじゃない、ね、あ、いました、いました、たくさんいました、うん、いた、いました、なんかお店とかも ね、フィリピンの方がやってたりとか、うん、食べた、フィリピン料理食べました、うわ、一番の食べました、食べましたニヤニヤしてニヤニヤしながら食べました、フィリピンの、うん、フィリピンの焼き焼き鳥っていうのか、なんかバーベキューがあるよね、はい、BBQ って書いてある、なんか独特な、ちょっとお酢みたいな酸味もありつつ、そう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 、え、そうなの、はい、そうなんですよ、なんかバーベキューって書いてあるから、最後のタレがね、もっとなんか濃い感じの味だなって思って食べてみたら、あれちょっと酸っぱい、そう、不思議、なんだろうね、なんか不思議でした、スパイスがあんのかな、そうよ、なんだろうね、ね、調味料、調味料、なんか不思議な味したよね、うんうんうん、いいなぁ、私も出たい、そういう海外のっていうなんか、ね、台湾フェスとかも楽しそうだしさ、でも前それこそ台湾のと中継つないで、うん、ライブ、あったんですよ、ライブ映像を流しながらみたいなライブにも出させていただいて、原宿のホールで、ね、うん、そう、そう、すっごい綺麗な大きいホールでライブさせていただいて、やったの、なんかもう、はい、3人3人でこの広さどうしようぐらい広くて、広い、おもう暴れ暴れみたいな、本当にすごい広いところで、本当はコロナなかったら現地行けたんですけど、はい、うん、それでか、それで中継という形 で、 中継 で、 いろんな、でも新しい形で、そうですね、中継ライブみたいな、海外と通信してみたいなライブは初めてだったんで、なんかそれも新鮮、新鮮だった、台湾の方って結構アイドル好きな方とかも多いかもね、多いって聞きますよね、めっちゃ見てたんじゃないかな、だからね、結構、うん、結構なんか中継でその視聴者数、うん、スタッフさんが見てたら結構見てるよって言ってて、やっぱ見てるんだみたいな、台湾の人好きだもん、アイドル、でもなんかちょっと台湾の現地の映像もなんか若干流れてたりとかもしてたみたいな、台湾でもやってたってこと、台湾でもやってたみたいです、うん、確かお祭りみたいにして、そういう映像流す的な、そう、それでなんかまあ日本のアイドルみたいな感じで、うん、コーナーみたいな、よし出るか、マリナさんが出るわけじゃないのに、出るか、アイドルで出るか、セロリの4人目、4人目で、4人でいいですか、ちょっと、ありがとうございます、あ、OK で、OK で、ファンの方、OK、OK いただいたんで、OK 出ちゃった、やった、どうしよう、え、な、メンバーカラー、はい、メンバーカラー、紫、緑、オレンジです、どうする、何色にしよう、マリナさん、でもそれこそ本当になんか茶色、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 似合ってます、オーケー、そうなんだ、おいおい、ノリノリで茶色、もう何でもオッケーみたいな、何でもオッケー、茶色いいかもしれない、茶色いいかもしれない、真剣な顔でカリンが茶色いいかもしれない、茶色にします、何色っぽいかな、何だろう、何、何だろう、でもその最新のアーティスト写真がピンクのあれじゃないですか、ピンクだって、ピンク、でもなんかどうする、あれあります、ピンク、ピンクなんて、いけ、いけるじゃないけど、うん、本当とか言ってた、そうでも逆に本当、え、超失礼、ピンクがいいんだけど、え、私は水色、本当、水色、水色、あ、水色、初めて言われた、え、本当ですか、でもなんかマリナさんがピンクをやることによってそのギャップみたいな、うん、そう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 、かっこいいところもあるピンクみたいな、ピンク赤とかまんざらでもなくラジオなんだから顔で語るなんだから声で、声で話していかないと、うん、あ、ドゥーン、あ、違う違う、こんなことばっかり、しゃべりすぎた、しゃべりすぎた、大丈夫そうね、いい、じゃあ新メンバーでお願いします、お願いします、メンバーからピンクで、ピンクで、あ、茶色で、茶色でいいの、結局茶色でいいの、ピンクブラウンみたいな、まあ、カリンが言ってるんでマスが言うなら茶色で、うん、まあまあもうしょうがないかなみたいな感じで行きたいと思います、もうふてくされて行きたいと思います、めっちゃマ
マリナさんしょうがないかって顔してる、うん、頑張ります。すっごいしょうがないかぜひあのラジオだけで聞いてるよって方はきっとアーカイブ乗るから本当に顔を見てみてほしい。もう一回聞いてほしいかも。頑張ります。そう見てほしいです。茶色声でも出そうとしてるね一応声で伝わってればねいいんだけど、伝わってる人もいると思うけど、一応ほら映像でも頑張ります。ふてくされふてくされ。でも普通にマリナさんとなんかコラボをしてみたい。音楽とかでしてみたい。本当にでラップやって、ラップ、ああラップいいやん。挑戦してみたい。ヨーヨーでヨーヨー担当。タンバリどうしよう。タンバリ一応が気になる。ちょっとやだ、なんかちょっとやだよね。ヨーヨーもやだ。モッキー、モッキー、あ、違う、それもなんかね。モッキー、MC やってもらってます。あ、MC 確かに進行やってもらってね、うん、確かに進行ほら上手だから。進行しながらなんで本当に、うん、2人はあかん、ね、あ、2人はあかんからね。進行はあかんや。2人は進行なんで進行は大丈夫、大丈夫、面白いから。でも面白いですか、うん、でもなんかマリナさんあってこそ面白いみたいな、うん、え、そうそうそうなんですよ。ちょっと背伸びいい子じゃないやっぱ成長してるね。マリナさんいなかったらもう3人してももうなんか何話そう、うん、何話そうみたいな。そうそうそう、話してるけどなんか普段が3人で喋りすぎるんで、うん、いざラジオになるとネタがないみたいな、うん、そうあるんですよ。そうでも今日最終回暴れられたんじゃない？いや、そうですね、結構暴れました。笑い笑い笑いって感じ、うん、また背伸びの違った魅力がね、うん、うんうんって優しいね。いや本当に優しいですよ。ファンの方なんて言うんだっけ。ファンの方、先輩、先輩、うん、先輩先輩先輩お願いします。これからも応援お願いします。茶色です。もう茶色決定でいいですね。茶色です。嫌だけど嫌だけどね。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 まあ仕方なく。本当に皆さんアーカイブ見てほしい。そう、本当に見てほしい。表情見てほしい。二週間後ぐらいに。二、うん、週間後、二週間後ぐらいに上がる。そうそう、忘れないで。忘れないでください。そう、順次アーカイブ出るんで。そうなの、うん。ついでに前回のあの七瀬 MC 不在の、うん、あたふたしたカリンとミュウの回も見ていただいて。え、見たい。え、見たいですよね。私も見たい。それは見たい。カリンがめうあたふたしてたの、はい、そうね、珍しいですね。あのゲストの方が来てくださったんですけど、うん、その時のコーナーはね、なぜか持ったんですよ、うん、やっぱゲストの方とおしゃべりがあったんで、うん、そこはね、もうそれ以外のフリートーク、そこはそこはで唯一のフリートークがあったんですよ、うん、その時に、うんうんうん、もうフリートークからがね、もうそう、喋ってたけどね。フリートークとからがねーのこの二人ねからねそういう時はもうヨーヨー持ってもらう。ヨーヨーでやっぱ対処していきます。そう、対処してね。でもラジオでヨーヨーはやっても伝わらんのよ。ヒュンヒュンって音が若干若干聞こえるかなぐらいの感じで。カリンがオーラ出しますとか ASMR みたいな感じ。そうそうそう、 ASMR とか言ってヒュンヒュン小声でささやきながら。確かに無言でもヒュンヒュン、うん、そうそうそう、なんとか今後ラジオやることあったら、はい、うん、そうします。学んで、はい、背伸びだからね、1秒、1秒だから、うん、そこは学ばんくていい。やらんで18歳に言われてた、うわ先輩私がね、1秒最年少なんですけど。そうですすごいだけもっとね、いろんなお話聞きたいんですけど、ね、そろそろお時間が来てしまいまして、もうやばい、やだ、もう早い、寂しいんですけど、マリナさんから何か告知あればお願いします。そうなんです、12月ね、いっぱいライブ入ってました。まず明日が、もう明日、お、明日、はい、赤坂でネイビーフロアというところがあって、赤坂でライブ で、うん、であとね、12月25、クリスマス、クリスマス、まさかのレイクタウンアウトレットでやります。イエーイ、観覧無料だから ね。そうなんですよ、背伸びさんもよく出てるでしょ。背伸びさん、そうですね、レイクタウンアウトレットは ね、はい、ね、だからそこで、あら、会えるのかな、どうなのかな、あれ、それは後ほどそこに私もおりますので、はい、ぜひともね、来ていただければ。観覧無料だからさ、そういう時にね、そう、本当に来てほしいよね、うん、はい、そう、ぜひ。観覧無料だし、お買い物もできるし、気になった方がね、そう、うん、してなんか、いろいろ出るんでしょ。そうです、キッチンカーが美味しいものもね、うん、あるみたいなんで、
となっております。で12月30日も28もあるけど30日もライブあります。ぜひね私の SNS とかチェックしてほしいなって思います。ぜひチェックしてください。ここで言ってもほら覚えられなかったりもするので。そうですね、もうゆっくり SNS をもう舐めますよ、うん、見ていただければと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。でね、先ほどマリナさんからも言っていただいたんですけど、うん、12月25日の越谷レイクタウンアウトレットにてあのアウトレットクリスマス音楽祭というものがありまして、はい、そこでマリナさんとご一緒させていただくことになりました。聖なる夜、聖なる夜クリスマスだから、クリスマスマリナさんと過ごせちゃうっていうね。そうなのよ。いやどうしよう、やばい、嬉しい、嬉しい、彼氏がいないのがバレちゃう。それ、それ言われたらうちらもちょっと、だからうちらもちょっと知ってます。知ってます、あなたもでしょ。あなたもでしょ、あなたもでしょ。私たちはもうファンの皆さんと過ごすために予定開けといたから。それ私もそう言おう。それ言おう。100秒後に言おう。100秒後に、ね、そう1分半待ってください。待ってください。赤が終わる終わる、ラジオ終わる。そうなのでね、また そこでもね、カリンとマリナさんでメイン MC をすることになっていて、どうしよう、ちょっともう、そうなのでね、うん、2人なんか意気込みとかありますか。うん、やっちゃいますか。先生、先生、我々先週一度ここで聖なる日にMC をやります。棒読みにならないように頑張ります。はい、頑張ります。頑張ってもらって、いや皆さん、あの2人ともちゃんと手を挙げてやってるんで、アーカイブ見てください。アーカイブ見てって、本当にちゃんと挙げてましたからね。ちゃんと挙げてやってるんで、もう2人で盛り上げよう。盛り上げましょう、うん、ということでね、12月25日も、うん、マリナさんと私たち背伸びに会えますので、うん、よければ越谷レイクタウンアウトレットお越しください。お越しください。お待ちしてます。ということで、すごくすごく寂しいんですけど、終わり？終わりですか？本日、マリナさん、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。最終回に呼んでいただけて嬉しいです。本当にありがたいです。こちらこそです。ありがとうございます。ということでね、また12月25日に会いましょうということで、本日のゲストはマリナさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。なんか寂しいですね。ね、寂しいです。マリナさんがここで、ね、それではさようならします。あの今起きたことを説明しました。はい、すいませんね。あのうちのカリンさんがマリナさんのためにねドア開けてあげようとしたら自動ドアかと思ってボタンみたいに押してて引き戸引き戸ラジオだったわらないこのこういうところも可愛い背伸びでございます。ということでありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。マリナさんまた See you。 ということでね、続いてそのまま越谷レイクタウンのクリスマスイベント情報についてお伝えしていきたいと思います。やったー。いよいよ来週に迫った越谷4レイクタウンアウトレットで開催されるアウトレットクリスマス音楽祭、はい、私たち背伸びがイベントアンバサダーを務めさせていただきます、はい、ということでかりんに詳しいイベント情報を伝えていただきたいなと思います。お願いします。はい、そんなおいどうしたどうした。マリナさんいなくなってからみんな調子よくなってた。どうした。はい、空の広場と指輪のオブジェのエリアにて13組のさまざまなジャンルのアーティストさんがライブを行います、はい、そしてキッチンカーが7店舗出店されます。温かいものをたくさん用意してくださるそうなので、うん、音楽を楽しみながら美味しいものを食べて盛り上がりましょう。イエーイ。すごいよね、なんかさ、ね、クリスマスだからアーティストさんが13組にキッチンカーが7台、ね、もうたくさん、うん、もう盛り上がる準備はできてるので、うんうんはい、私たちもメインアンバサダー務めさせていただきますし、はい、ね、ぜひぜひクリスマス一緒に過ごしていただきたいなと思います。お待ちしてます。お待ちしております、はいはい、それではここでもう一曲ね、私たちの曲を聴いていただきたいと思います。背伸びでガッタガッタ。
酔い慣れた道を遠回りしてみた。日々の流れ気にしないふりした。好きなお洋服も大好きな甘いケーキ、どれも好きなのに満足できなくて、何でもできると進み続けて、探していたら迷子になって、そうか一人じゃ何もできない、このままなら、このままなら変われないから、変われないから、飛び出して挑戦しよう、すぐに変化き、メイクしてさあ出かけよう、今日も一日完璧なフィーリング、何か起こるかな期待してみた、待っていたらいつも通りだった、そうだ自分から動き出さなきゃ、今すぐにでも、今すぐにでも変わりたいから、君がチェアラブ、チェアラブ、届けもっと、もっと、積み重ねは裏切らないから、君もチェアラブ、チェアラブ、そうさ今から、遅くはないからさ、一人じゃない、忘れるわけない最初の灯火、いつまでも一番輝いてる、すぐに Hands up, Hands up、 空へもっともっと可能性が逃げ出す前にさ、共に Hands up, Hands up、 変える It's my color、休み時間もそろそろ終わりになってきました。早かった。それでは最後に私たちからお知らせです。みえお願いします。はい、7月からスタートした忍びの休み時間ですが、本日をもちまして最終回となります。悲しい。いや、なんかあっという間だった ね、その初めてラジオパーソナリティとして半年間でしたが、もうこの半年間こういう濃い時間、ね、でね、なんかすっごい楽しかったし、本当にいい経験にもなりましたね、うんうんうん、ゲストの方もね、後半になったら来てくれて、うん、本当に勉強になった ね、たくさんの大先輩からね、いろんなお話聞けてね、うん、そうそうそう、毎回毎回学ぶことばっかりで、うん、ね、ね、本当にラジオをやるたびに MC 成長できたかなっていう感じではあるけど、うん、もうね、なんか毎回毎回楽しくやれてね、うん、本当に良かったです、ね、寂しい、なんか、ね、そうね、なんか急に寂しくなってきた、どうしよう、急に名残惜しくなってきちゃったんだけど、ね、
ずっとなんかねこう毎回毎回さ終わった後あっという間あっという間って言ったけどさ、ね、なんかもう今回もあっという間だけど、ね、もう終わりかってなって、ねね、そう背伸びのね休み時間は今日で最終回となりますけれども、うん、渋谷クロス FM さんのラジオこれからも引き続き聞いていただきたいなと思います、はいはい、それでは以上背伸びの休み時間でした。またいつかお会いしましょう。バイバイ。ありがとうございました。